お手とはいつも2手3手先を考えて行うものだ。何言ってんだ犬頃。点と点の結び方が秀逸。頭にあるのはいつもお代わりのこと。勉強になりました。江戸時代のお正月、江戸の町人は元旦の朝に身を清め、晴れ着を身にまとって、イオンモールへ行った。イオンモール？伊東洋華堂じゃないの？江戸時代にすでにあったのか。帰りにマクドナルドに寄る。市長怒ってたな。市長悪くないやん。怒られて当然だわ。かなり、落ち込んでるな。辞任で正解だろう。意外とフレンドリーな中ボス。途中で裏切る的な。仲間にしますか？はい、いえ。すまないね、こっちも仕事なんだ。一応倒しとくか。震度の目安、震度1、G カップが揺れる、震度2、F カップが揺れる、震度3、E カップが揺れる、震度4、D カップが揺れる、震度5、C カップが揺れる、震度6、B カップが揺れる、震度7、A カップが、震える。揺れるものがない？まな板だって。A は揺れるという概念がないのな。揺れることすら許されないのか。桃に赤ちゃん仕込んで流したのはわしじゃよ。鬼お前かー。お前か。まさかの黒幕。お主が犯人か。意外な展開にしてください。ハイジャックされたけど。キッザニアだった。ここまでオプション。親の前でボッコボコにするチャンス。食用なのか。ごっこ、ってやつだね。避けられない運命。これは熊った。熊に食われる1秒前。叫んでも誰も来ない。叫んで仲間を呼べや。連続テレビドラマ助ける気なし、第1話。ゼラチン投入。ドラマってなんだよ哲学。助けてんじゃん。じゃあ助ける気あるね。固まるまで待つのか？親分圧死の連れたちは？親分。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。それ以上聞かぬことだ。あ、察し。貧乏暇なし、死人口なし。ヨネスケスラッシュアポなし。懐かしい。確かに。納得。本当に来たらびっくりするよな。ええー、あずきバーなんでこんなに硬いんだよ。トンカチでも無理か。そんなに変わら。前歯かけたことあるわ。さすが肉だけ散る。胴上げした監督が落ちてくるのを待つ。一致団結しすぎだろうが。ユニフォームが赤く染まる前か。殺意が高すぎる。やる気満々や。ん？仕事のはずの嫁が帰ってきた？にゃんにゃのそのうにゃは。やばいわら。しゅらばっし。ん？って言ってるよね。会社辞めちゃおっかにゃ。猫がいるオフィスで働きたい。一生雇ってあげる。転職先は猫カフェで。明日を生きることができそうです。バーンって言って倒れてくれるのは大阪のおばちゃんだけだ。敵には通用しないから気をつけろ。おばちゃんだけ？ババアのみとは限らん。関西人なら誰でもやるよ。おばはんに限らず。大阪のおじんは芋行くでそんなもん。おーめっちゃでかい柴犬やん。飲みになった気分。でけえ。全体像が見えないわら。そうきたか。鳥取県警。ご当地パトカー。最新型の車両じゃん。結構高いんだよな。広大な砂の海原をパトロール。東の群馬、西の鳥取や。母親、今度のお見合い相手12歳よ。俺、え？マジかよ。2月29日生まれじゃん。かける4かな。うるう年48歳か。おばさん。妥当じゃん。NHK 教育テレビお姉さんと一緒。この番組に毎回視聴者から苦情の来るコーナーがあります。そのコーナーとは？お姉さんスイッチがカオス。お姉さんスイッチせせおいなげー。お姉さんスイッチ巨星。お姉さんスイッチ、ひげそり。スイッチをしたい。なんて大きな豆腐なの。そっちなのな。ツッコミどころが多すぎる。豆腐の間違いじゃねえの。なぜ潰れない。言っとくけど漏らしたわけじゃないんじゃよ。相手よからなお怪しい。村人くっさ。すごい量だな。最後のプライドか。水商売。物理的に？喉乾いた？飲めよ。貴様フランスの水メジャーだな。対抗。女湯覗き世界選手権決勝。正しい課されることはない。ロマンだな。オスの本能を赴くままに。エロはみんなを繋げるんやね。父さん毎日仕事行ってるって嘘だったんだ。ベロ出てるし。見てはいけないものを。馬に犬乗り。父さん。喧嘩。お父さんとお母さんは喧嘩をしていて口を聞きません。お母さんはお父さんに。
弁護士との接見を求めています。お母さんが黙秘していて、お父さん検察？シリアスー。深刻な事態だ。接見は草。チックショー。マジギレのコウメだゆう。東京で売れてる芸人全員死ね。いろんな意味で怖い。わろた。あいつはもうグロッキーだ。次のラウンドで仕留めてこい。ラストスパート。お土産をお見舞いしてやれ。カウンターに注意しろよ。そう言っていればをはめて送り出すセコンド。昔は良かったのに今思うとどうでもいいこと。携帯の着メロ。着歌とかもあったよな。あるある。着メロ4は音とか懐かしい響きだ。曲まで作っていたのに。ドロドロ派？サラサラ派？会社の辞め方。基本ドロドロ派が多いよね。ドロドロ派だわ。福岡と熊本がサラサラわら。多分このくらいになりそうな。ローソンでファミチキを一つと常連客のおじいさんが注文してきたのでLチキと間違えているのだろうと思った店員さんがホットスナックコーナーからLチキを取り出そうとした時のおじいさんの一言。ちゃうやろ、ファミマ行って買って今回。それはお前がやれ。ありえそうで笑えなかった。ウーバーでも頼みやがれ。迷惑。園長この新しいスーツ結構いい感じっす。身軽。やっぱり慣れ合い。そして慣れ合い。世にも奇妙の勝又がゴリラになるやつ思い出した。あなた、お帰り、ご飯にする？お風呂にする？それとも、離婚調停にする？浮気がバレたか。旦那さんの目が物語ってますね、わらわら。こんなの嫌だな。冷めた顔してる。テトリスで課金してみた。揃えたら服が消えるのかな。一列だけ消えるとグロいことに。僕もやってみます。ちょっと課金してくる。信用できない言葉、絶対に怒らないから言ってみなさい。お年玉はお母さんが大事に預かっておく。99.9% 除菌。実際 80% くらいじゃないかな。97.2% ぐらいにしとけば信じる。除菌するより洗えよ。それ思った。高崎線。地味に後期。超小馬鹿にされててわろた。上越線やろ。結構栄えてますね。所長が珍しく現場に来た。銃構えてるのは新人かな？撃つな、後ろ。所長に銃を向けるな。閉じ込めときましょう。塩対応された。そや、そうなる。大紫のさなぎのつもり？その割には縮んでない。そややべえ。挨拶からお焼香まで 0.1 秒で済ますプロ参列者。心を込めろ。一瞬で見えねえ。両手を広げて挨拶してない。それじゃわからんやろ。レゴ踏んだ。出しっぱなしにしてたでしょう。そりゃ痛いわ。かなり痛い。ここって、よくレゴ踏むよね。寝るな、寝たら。月曜だぞ。体育の日だから休み。会社行かなきゃ。寝たら仕事だと思うと夜更かしして、朝ギリギリに起きて後悔する。毎日そんな気分だよ。ものすごい乱暴に。それでいて全く味わったことのない手つきで尻をまさぐられ始めた。この年にして。道なる快感。右の人かな。衝撃。ウミガメの赤ちゃんたち。たくましい。目が怖い。ニュータイプ？こいつら絶対生き残るわ。周りを静かにさせてからヘをするタイプ。いるいる。鬱陶しい。し、皆さんいいですか？エンターテイナーですね。ごめんじいちゃん、勝手にロデオ大会にエントリーして、なんとか乗りこなしてくださいね。大怪我するな。無理でしょ。新年からすげえことに。せめて生きて帰ってきて。これでも食らえ、色違い、ははは、私は後ろだ。色違い。このセンス、大好きです。どっちか折れろや。名前をもうちょっとどうにかしろ。面白いな。空白を埋めて歌詞を完成させよ。お母さん。僕は三千里も探したよ。お母さんって街で何度かささっと隠れたよね。に、三里ぐらいで一度会っちゃったものね。最終回まで引っ張らないといけないの。なんかわけあり。そうなの？君んちの押し入れって余裕ない？ない。それよりも、いや。転がり込む気満々じゃねえか。くんな。カモン。必死で走るドナルドダック。徐々に羽毛が落ちていく。そしてついに中の人が出てきた。それでもドナルドダックは走り続けた。見たくなかったな。わろた。中の人などいない。今は走ろう。走り切ってからいろいろなことを考えよう。原材料、ポリ、99%。
面、1%。うめん。まさしく。うますぎ。あっぱれ。脇役扱いはもうたくさんです。たくさんです。たくさんです。たくあんです。サフランライス。いい。なんやねん。レトルトカレーをまず手放せ。そんなんだから脇役なんだよ。奥さん、温泉旅行だかなんだか知りませんが、ぬか床は毎日かき混ぜていただかないと。なんか出てきた。ぬか床のせいだ。ぬか床のせいは漬物だな。完全につぼってしまいました。パチスロの常識をぶち破れ。栄光に向かってパチる、あのレンちゃんに乗っていこう。今年の真似で解除して、あのパトカーに乗っていこう。リアルな手錠が欲しくて。すごいです。うまいですね。大傑作、参った。猛烈な便意に襲われたプーさん。妄想絵を風にしか見えない。見える。これすげえ。静かな場所で吹いた。あ、お評価様だ。ひょっひょっひょ。さあ、お前のろくでもないボケに星を一つつけてやろう。恐縮です。いつもお世話になっております。ここにいらっしゃったんですね。信じない。僕は信じ僕にもください。8月24日晴れ。島に来て25日目。今日は2年4組山田組と書かれた布が流されてきた。どうやら着るものらしい。いいもん拾ったな。着るなよ。これが、萌え。お前が着るな。サンタはゆっくりとした手つきで生めかしいトナカイの死体を撫で回した。トナカイは鼻をあからめながら押し寄せる快感を。大将が見えん。こういうバカは大好きだ。何を読んでんだ。あかんあかん。なんや？おばあちゃんにラムネを10粒もくれるんかい？剣坊は本当に優しい子やね。フリスクー。必要だ。箱が黒いやつで。なんでなんだよ。難しい乙女心。俺はフリスカーだから20粒でも平気で食えるぜ。どんなあらすじですか？知ったかぶってください。人からもなりすぎだと言われても、もならずにはいられない。そんなモナリストのあなたに送るハートフルモナーリー。モナーリー。なんだろ、モナーリーって。こんなんうまいな。モナーリー。妙に頭に残る。橋が滑って唐揚げが落ちる瞬間。わろた。もうそれにしか見えない。あ。ノリで巻いてあるやつ。いいとも引退の日、トレードマークのサングラスとマイクをステージに置き、最後のウキウキウォッチングを踊る森田和義。涙、涙の。タモさん。ああ、感激のあまり大泣きしてるよ。ご機嫌斜めはまっすぐに。行儀よく真面目なんてできやしなかった。夜の校舎、窓ガラス壊して回った。工作の授業中、粘土で校長を作った。そっちか。端っこで作っちゃった。リアルすぎる。凄まじい才能だ。スペースキーを一度押すたびに、右側のおばあちゃんが1センチずつでかくなる。世界観どんなだ。じわじわとでかくなっていく。シンクロにして。なんとなく好き。君の真面目な態度を上は大変評価しちょっとすいません。たまごっちが飯みたいです。わろた。そういうところも真面目だね。懐かしい。タイミング悪。病気の少年にホームランの約束をしたが、監督だったこと忘れてた。アホすぎる。笑うしかねえな。おかちゃん。悪びれもせず。このキャベツ切っても切っても本体に戻ってきやがる。負けてたまるかー。そう本当にそう見える。あれ？どこからモーター音が。ふははは、前室を舐めるなよ。端っこでやってくれるかな。好きなご飯のお供、第1位、納豆。第263位。ポカリ。確実にまずい。ちょうどいい。納豆嫌い。まずいと思うけど、かけた人いる？定時が来たら一刻も早く帰りたい田中。田中、脱ぐの早すぎだろ。ダイナミック帰宅。着替えも途中かな。帰りたいにも程があるだろ。波平の最後の希望がなくなりました。なぜですか？船に乗れなくなった。涙かぬ。わろた。まだ現役だったんだな。うまいです。最後の希望だったんだ。サラコナーからジョンが出てくるの待ってる。ただ見てた。ベンが出てくるぞ。まだお腹も膨らんでないでしょ。デデン、デンデデン、デデン、デンデデン、チャララ。二度と山から里に降りてくんじゃねえぞ。わろた。強すぎー。臨機しててくさ。すごい。お客さん、先発の前にちょっと耳を甘噛みしますね。なんで？
耳噛みかぶりでした。多分もう逃げれない。気持ち悪い。おちんこ暮らし、ここがおちんちんです。くそくだらねえ。何を言うてんねん。どこ？小さすぎて見えない。バカす。就活生 A、御社の社風や企業理念に強く惹かれ、志望させていただきました。就活生 B、逆立ち楽しい、床おいしい、ベロ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 。人事、どちらを採用しますか？社長。まず B を最終まで通過させたお前がクビだ。正解。ごもっとも。さすが社長、的確。B 突き抜けちゃってるもんな。ああ、もう、我慢できない。ワクワク36。何を作った？ダンボールとカッターを前にすると発作が起きるんです。できるかな？できるかな？あの番組こんな精神状態でやってたんか。わあ、秋の新作だぜ。ばあちゃんも可愛い。自慢したいだけって、可愛いな。宣伝に来ただけか。安くして。NHK の受信料を払わない理由ランキング、3位、訪問が突然だから、2位、お金がないから、1位、払いたくないから。だって面白い番組、ほぼなし。帰れって言うといいぞ、帰らなかったら不退去罪になる。やり方が気に入らない。でも今じゃ、法律上、支払わなくてはならない。車の運転と、恋愛は、似ているらしい。酒の勢いでやっちゃダメ。酒の勢いで結婚して後悔するやつ。アクセル踏み込んだらダメ。運転に関しては勢いじゃないけどね。短期運転も大切。添加不具に関するご質問は1を、楽1楽座に関するご質問は2を、無本に関するご質問は9を押してください。絶対歴史オタクだろ。ナビダイヤルで、おつなぎします。ノブダイヤル。こちら、室町幕府、お客様センターでございます。お前の心臓、メルカリで10円で売る。令和の荒波に乗って、ハリセンボン飲ます、が、進化した。よく令和の荒波とか思いつくな。臓器売買。値下げできますか？ 10 円で売ると言ったからには、10円より1円でも高くても安くてもいけない。先生って、アラフォーなのに、彼氏いないの？昨年もそう言って、行方不明になった生徒がいるそうよ。さあまでかな女性は。命短し。サンダルだけ残してね。あらそう？周りはガキ増やすから、私が減らして、プラマイゼロにしてるのよ。本当だ、象が見える。あ、キリンになってきた。なんかほのぼの。君たちで動物園開いちゃおっか。立派な象さんになるようちゃんと育てるんだぞ。主人は本当に、私以外には見えてないんですか？間違いないですが、一緒に頑張りましょう。都市伝説。優しいお医者さん。じゃあなんで椅子を置いたんですか？守ってくれてるんだよ、頑張って。右行け、バカ、左だろ、急げ、進め進め、横、ノロマ、前、右、上、南、自分で考えろ、海きれい、北だろ。上ってなんだよ。ツッコミ定期。多分こいつ、嫌われてる。途中から悪口挟んできてて、草。上上下下左右左右 DA。あ。あ、誰がまな板だって？逃げろ、目がマジだぞ。でも可愛いよね。だが、それがいい。もちろん、あなたですと、こいつが言ってました。こんなクレーンゲームは嫌だ。お金を入れて、ボタンを押すと商品が出てくる。ただの自販機じゃん。自動販売機ですね。ただの自動販売機じゃねえか。あの大掛かりに動く自販機、好き。一般道を100キロで移動してる。谷、わら。が、130くらいあるで。100キログラムか。長い年月を経て、究極生物、カーズが地球に帰ってきた。見るも無残。やばやん。なんか小さくなったな。ジョジョさんここですー。あなたの先祖の後始末、お願いします。タコの手と足の見分け方。銃口を向けてみる。すべて足だ。漫画だ。おしっこ漏れた両サイドが足だね。上げたのが手、震えているのが足。どっちも通訳だった。おもろ。どうかね。外交はうまくいったかね。通訳だけで国際会議が進む進む。はよ喋れよ、的なお互いの目線。バカな人間の特徴参戦、事柄を単純化する、数が数えられない。大きく書いたことを忘れる、同じことを繰り返して言う。
覚えられない。日本の恥度数。恥ボケを繰り返す。うに。がわからない。ちょっとそこらで平泳ぎ。ってレベルじゃない。一歩進んで前ならえ。空気を入れますシュッシュ。今日は、米軍の皆さんと一緒にアルゴリズム更新。ろ過前の水、布、砂、活性炭、砂利。タピオカ。ぽいけど。せいろがん、かっこ予防。木の下雪な大激怒っす。ろ過する前はミルクティー色。平和と花にか？いいファン。お前、賢いだろ。役満つぶし。泣いたらダメやぜ。体勢の悪い時はこれにすらならない。スイカに4万円をチャージした。一発ゲームアライオン。多分それ、スイカじゃないぞ。めちゃくちゃ丸々に。チャージ上限オーバーして、かわいそうなことに。歯医者に、痛いなぁと感じたら、手を挙げて教えてくださいね、と言われる。いきなり顔面をぶん殴られる。痛いなぁと感じたので手を挙げる。もう少し弱く殴られる。優しい歯医者やな。優しい世界。違う、そうじゃない。手を挙げたって無駄ということを知る？足が動くんなら、階段使えよ、の一言を。動かせるうちに動かさないと。2階以上は辛いのよ。後ろのババアの目を見てよ。キャリーケースアタックされても怖いので、お前ら全員、エレベーター使えて。お出かけ中のあなた。そんな装備で大丈夫ですか？一番いいのは高いんぜ。富士登山の話かと思った。神は言っている。最近のトレンドを調べろと。だって王様がこれで装備を整えるが良いって、50ゴールドしかくれないもん。なぜ、これほど恐ろしい映画を作ったのか、なぜ、見てしまったのか、すべては手遅れだった。後悔しても、もう遅い。アンインストールができねえ。しゃあない、データ逃がして初期化や。そして見知らぬ番号からの電話。真の恐怖を感じる。消しても消しても居座るエロ画像。外は寒いんだ。家の中で買ってもらえないかな？うちで買ってあげよう。あらやだ、かっこいい。さっさと配達しなさい。一度、ドアを開けたら、二度と出ていかないタイプの顔。ラジオ体操に、親同伴って。これはきついわらわら。夏休みのラジオ体操の意味とは？最近は、2、3日だけらしいから。どうせ思春期には壊れかけるんだから、本当の幸せ教えてあげられるのは、今だけだよ。市長が言い放った、驚きの機内アナウンスとは？私、このフライトが終わったら結婚するんです。フラグ発言。舞い上がりすぎ。快適な天空の旅をお楽しみください。この後飛行機は、ヒリアによって爆破されました。受け攻め。今日はこれでいいや。こういうバカバカしいのが本当大好き。かわいいワンコでそういうのやめてよ。この2枚を合わせたら、抜けそう。ティーバッグは、カップにあるのに、ポットから紅茶が出る、怪奇現象。よく気づくな。ほんとだー。いろいろと突っ込みどころありすぎる。つうかこれ、肩に熱い紅茶当たってるのに平然としているのはなぜ？シュール？脳には文字を単語として認識する機能があり、漢字が半分くらい間違っていても瞬時に内容を理解することができます。考えるな、感じろ。羊文って元は何？半分。普通に読めてっても羊が出てきたあたりで読めなくなるパターン。夜だけでもいい？妻を橋本環奈と認識しろ、俺の脳。次マリオって言ったら殴るからな。11年前か。いや、9年前だ。こんな笑顔で。冷遇されてんだな。なんだか見てるだけでお腹が鳴ってくるぞ。もう辛抱たまりません。畜生を一口でいいから食わしてくれよー。アンパンマンガチぜー。子供には見せられない大人の姿。本当は顔丸々食べたいんか。受け継がれるかば重いし。子供がアンパンマン見てるのよりほっこりするわ。消したはず、決めつけないで。目撃者。突然最高。一人だけとは限らない。増えた。何事も念には念を。向いてない職業、高所恐怖症のパイロット、船酔いする漁師。車を傷つける修理業者。どっかの会社を彷彿とさせるボケてだな。ああ、あいつか。ごもっとも。だいぶ稼いだみたいですけどね。休日はやっぱりここだな。疲れが取れる？デブ戦？おっさんだらけでまだ言うか。人が少ない時期に行けよ。芋洗い式。ミッキーマウスを漢字で書くと。ね。間違っちゃいない。ねか。語彙力もっと仕事できるだろ。
たはははは。戦地で大事に使ってた天ガニ赤ちゃんができた。おめでとう。新人類。卵子入りタイプ。かばやきさん太郎でここまで仕上げる料理上手な嫁。神。そんな嫁欲しい。食べたい。結婚してくれ。大丈夫よ、あなただって大きくなったら私ぐらいの胸になるから、それが嫌なの。まあ今のうちだけだな。親の心こ知らず。わら。ありがとうございます。中学生の時につけられたひどいあだ名。すっぴんのアジャコング。逆に会ってみたい。ひどいすでに人としての評価ですらない。でも目つきは優しそう。案外普通な感じだろうな。休日出勤になった、ドキンちゃん。相方もバイキンマン。ブラックすぎて。ただの社畜。過労だったのか。めちゃめちゃ働いとるやないか。昨日助けていただいた縦穴式住居です。何をどう助けたんだよ。覚えはないけど受け入れます。ホラー前、凍結だけに。正確には縦穴住居だったような気がする。次、浮気したら眉毛をすべて抜かれる。怪我。ふ、バカな夫。私には油性マジックがあるのよ。ザビエル。脱毛の刑。無理だと分かっていても、必死に円を描こうとしている姿に心打たれて宿題を再開する決意をした。多分無理だと分かってないだがそれがいい。え、うちの家に来てくれんこの子。これが猫の手も借りたいの語源です。かわいい。肉離れ、どうする？魚と野菜でなんとかなる。それか。そっちかい。わろた。あれ痛いんやぞ。私肉離れのせいでこの間の中学校生活最後の体育祭出られんかったんやぞ。僕にはボールが回ってこないので芝生の目を数えてやり過ごす。ボールと間違えられて頭を蹴られる。せめて参加する意思は見せてくれ。四つ葉も捜索中。回してあげて。キャンディは綺麗な飴ちゃんをもらった、と喜んでいるが、それトイレに置くやつ。目がツンなるやつ。便所ボール。便所ボールというキラーワード。男子トイレから持ってきた。犯人を追い詰めた時の刑事の威嚇パフォーマンスが独創的。めんどくせえ。かっこいい。第2話で打ち切り。誰がレッド？角度も明記。せめてあと10度。引きが悪いなぁ。35度じゃなぁ。ジャニーズに入りたかったら直立を維持させな。お乳。わろた。どうなってるの？おかしいだろ。この画像。くそ、こんなので。大阪府、USJ にどっかで見たことあるネズミがいた。北海道、ガソリン切れた。茨城県、茨城県と読むやつがいた。沖縄県時間通りに来るやつがいた。どんだけルーズ。どんだけ時間通りに来てないんや。わかりみが深い。だいたい予定の時間に家から出る。29歳の男、盗んだ飛行機を操縦。反抗期に突入する、と脅迫。脅しなのそれ。遅いわ反抗期。遅すぎる。かわいいかよ。食べてみろ。はい。この人間の脳は乗っ取った。やべえもんだった。何を食べた何を。エビじゃない。バイオハザードで見た。サオリ様の血を一滴いただいたの。俺も欲しいわ。なるほど納得。サオリ細胞に適合する体とは、やりうるな。個人差があります。あなた、何かおかしいと思わない？彼女いたことも結婚したこともないのにつまずらしてくる女が家にいることがおかしい。映画メメント独身版。足はあるんだろうな。広角機動隊でそんな怖い話があった。認知症のリアル末期症状で草。トイレで新聞を読むも間違ってビデツヨシを押してしまった。最高。笑い疲れた。この強さ癖になるな。強すぎます。新聞に穴開く瞬間が目に浮かびました。喫煙席。文煙がすぎる。これのことです。これは最高。もはやハラスメントだな。最後の喫煙者。山田さんがいない。座布団を運んでいるのかもしれない。山田くん、座布団一枚。泣けるね。座布団と幸せを運んでるのかもしれない。食用病なのよ。お前が先行け。シンプルに好き。どっち？お前が先行けか最強だな。好きよ。全員で会場間違えてた。やばい急げ。おもろいっす。こりゃ偉いこっちゃ。まるで民族大移動。ボケて、で学んだこと。負けないこと。逃げ出さないこと。投げ出さないこと。野々村誠。学んでるなぁ。わろた。
野々村誠って。おもろい。この髪型にしてくださいとスマホで画像を見せたのが間違いだった。再現するやつもすげえな。リアルでめっちゃ笑った。マイクラの村人実写版かな。一文の隙もないな。勝手にお題にされた被害を訴える人の相談会。ごめんなさい、まだします。うまい。おい、みんな謝れ。会長吉田沙織。歯が痛いあなたに、私なんて虫歯が10本もある、私の方が虫歯多い。とマウントを取ってきた彼女に一言。さて、歯医者はどっちかな？なんとも可愛らしいマウントだが虫歯は早く治せ。さすがです。はぁはぁ敗北者。歯医者は右です。大事に育てたお米を取ってたら、年貢で持ってかれました。百姓。勢いで笑う。絵が怖い。百姓。そんなギャグ飛ばせるあたりまだ米は作れそうだな。あなたにとって介護とは？まだまだ現役わら。こいつ介護必要ねえな。イケメンが多い介護施設なんだな。バカ野郎。デアゴスティーニが途中で打ち切り。間で一体何があったの？アンケが悪かったか、作者死亡か。週刊俺の何？胴体は一番大事だろ。障子うまく晴れた？可愛いから許す。ああ、ついさっきまでな。今日の夕飯が決まったよ。ご心短だ。よく見ると、さほどうまく晴れてない。再配達？貴様が取りに来い。そうしたいけど栄養所止めできないこともままある。どうでもいいけど、柳葉敏郎さんに見える。いやー、わかるわ。ほんとごめんなさい。大きなあくびしたら前から部長が来た。ふわー、あ。サイレントヒル。ごまかせてない。違いますよ、あくびなんかしてませんよ。このニュース番組やべえな、どんなの？アナウンサーが天竜源一郎。コメンテーターは長州力と藤波辰巳と本間智明。もはやニュースかどうかもわからない。聞き取れないわら。ブギドジュージュデブ。石原さとみさんがプロフィール画像を更新しました。石原さとみだった。潜水。そう見えてくるから不思議。私もこれにしようかな。お通しじゃなくて早くメイン持ってこいよ。我らにこれはお通せん。お通しってレベルじゃないな。私はお通しだけでお腹いっぱいになりそうだ。面白い。ゆ。なんかじわじわ来る？確かにそうだけど、遊ぶな。素晴らしい。なんかくすっときた。高校に入って初めてできた友達の家に行ったら、一生の親友になると確信したマイケル。ああ、俺の家か。ゆずが好きなのかな？友達の家。こいつやべえからの友情。目の前で佐川が事故った。ぷん、くすくす。黒猫が横切ったんだろう。笑いを噛み殺してる。いい表情だ。剣弁の出し方の間違った例。ドバ。多かったね。程よく腐ってそう。どんだけ。ちょっぴり面倒くさいカーナビの言葉。あれ？この前助手席にいた女性と違いますね。殴って黙らせよう。化粧しただけだから同一人物だから。バンブルビーか弱ら。どっちも友達だから大丈夫だよ。好きな子に告白することを決意する。近づいただけで警察を呼ばれる。おまわりさんが到着雰囲気を察知、嘘無線が入ったふりしてその場を離れる。無事告白カップル成立。おまわりさんウィンク。警察呼ばれてるのになんで成功したんですかね。かっこいいおまわりさん。素敵やん。警察呼んだくせに OK するんかいわら。フリーキックが頭に直撃してから様子がおかしい。だが幸せそうでよかった。坂田師匠に似てる。こういうの妙に好き。もう誰も止められないぞわら。ついに自動開閉式トイレを見つけたボブ。おめでとう。ついに決戦の火蓋が切って落とされる。ボブ？ここであったが100年滅鏡こそ決着をつけてやるぜ。ねるねるねるね師範代。ねるねるねるね。いいえ、ケフィアです。凄まじい威厳を感じる。CM で爆笑してたババアは三下だな。服の色もねるねるしよう。すげえ練ってる感。頼む前の亀を追ってくれ。かわいい。自力で走った方が早いと思う。追いつけるやろ。寝てたな。チョップかましたら動かなくなっちゃったよ。ちょっとだけ。おいこら。笑顔なのがサイコパスを感じさせて恐怖を駆り立てる。かますな。新年早々転勤先が想定外。思っきり飛ばされたな。パパ頑張れー。グアンタ旋風。俺海王星まで行ってくるわ。
だからあれほどギャラクシーノート7はやめとけって言ったのに。ドクロベイレベル。命に関わるレベル。今使ってるわ。もう平気。こっちに来て。まだ生きてるのに遺産相続で揉めてる卑しい大人の一面見せてあげる。はいはい。全額寄付。お金が絡むと人間変わるからね。遺書書きましょう。素晴らしい反面教師。ボケて検定中断。星の累計が100件以上言ってるボケてユーザーを5人以上答えなさい。自分も1を超えてます。16件だった。上級だと1ボケで10件超えてる人になるのか。レベル高い人たち自分除く。ここはボケる場所では？でいつか、ボケさせろよボケが。アンハッピーセット、ハンバーガードリンクポテトおまけ。アベノマスク。最後複数形にしたらよかったおもろいけど。店員さんゴミ箱がアベノマスクで溢れてます。給食マスクはいらんて。保管に費用かさみますよ。あなたはクレーマーです。この商品に切れてください。上のバンズがずれてるじゃねえか。客写真にある唐辛子がついてないじゃないの。客なんでレタスは緑色なんだよ。客パンに何か挟まってるじゃないか。店員ねえ。イブの夜に目を覚ますとママがサンタにキスをしていたので私は。サンタの子なんだと思いました。子供あれ？じゃあいつもいるお父さんは一体何者？あうん、合ってるけど違う。そのままピュアな大人に育ってくれ。複雑な家庭の可能性が急浮上。おめでとうのを書くときにホワイトチョコなくなったので、シラスで代用してみたが思いのほかしっくりきた。お前ら、頭のシワ。見える見える。悩まなくてもよくない？男湯だった。それはそれで一向に構わん。隣隣。がっかり。よく見えるんだろうな。新しい内閣がひどい。同じ方向を向いているだけまだマシ。案外、今よりいいかもよ。ちゃんと整列ぜ。寝てないだけマシ。笑ってはいけないの松本。でもいつもごまかせない。わかるけども。確かに。そうそう、こんな感じ。あと、0.5点あれば山崎春のパン祭りのお皿もらえるんだ。頼むから貼らせてくれー。めっさおもろい。今年も巡ってきたのね。貼らせてあげて。そんな堅実な生活してそうな発言して一体何したんだ。なんでごめんなさいしなきゃダメなのかわかる？おばさんのくせにお姉さんって呼ばなかったからでしょ。長時間コースやわら。火に油。わかってるな。女性このガキ。もうあの1000円カット二度と行くもんか。この髪型どうなってるんやろう。かなり剃ったな。行こうとしてるように見える。ひどい髪型にされたもんだわら。白熊ちゃんの分はないよ。赤に全かけ。かわいそう。そんな話しちゃうよ。寂しい。どうしてお母さんはすぐに機嫌が悪くなるのかな。こっちが聞きたいわい。いろいろあったんだね。いろいろあるんだよ。宇宙の法則だから。そういうものだよ。タマホーム。かわいすぎ。言えなくなったわしも入れてくれ。タマホームレス？何か悟った顔してるな。コンビニ店員の対応あるある。公共料金の領収書のスタンプ、そんなに勢いよく押さなくても。って言われると思ってそっと押してた。どんちゃどんちゃどんちゃ。多分ストレス発散も兼ねてる。客が多いとか忙しいとかで急いでるからだよ。何の略か教えてください、BMW。バストもみもみわお。偽物がポロリと落ちたのかな。しょうもないけど好き。わお以外に言うことないんかい。わら。最後雑で草。居抜き物件。地名まで物騒に感じる。ごめん、よくわからない。誰か解説頼む。てから、聞いて、いってことか。うまいです。一流、今、〇〇の仕事をしているのですがどちらを優先しますか。普通、今、〇〇の仕事をしているので無理です。二流、今、忙しいので無理です。論外。去年、過労死したので無理です。一流は、そもそも仕事を終わらせてるか、やらせる側になってる説。論外。過労死した事実が明るみになることが、会社的に。しかも、デスクに放置で白骨か。それでも会社に残るとか、社畜が身についている。お酒を減らしましょう。健康には気をつけて。今夜は寝かさないわよ。悪魔のささやきで草。セクハラでパワハラ。泥酔からの、鉄穴確定。そりゃ、酒にすがりたくもなるよ。イタリア版サザエさん。待ちなさい、カッツォ。磯のカルパッチョとかいるんかな。
油断してたらマリトッツォって聞こえちゃいそう。ピッツァの感覚で言うなよ。待ちなさい、は変更なしなんだな、わら。食パンマンにプロポーズされた。指輪代わりのバッグクロージャー、わら。食パンマンには必要かもしれないが、もらった方はマジでいらん。それ指輪じゃない。箱の方が高そうで草。化学骨、骨折、音外結節、骨折、化学死、骨折、他、亀裂多数、左眼下底、骨折、尾骨、陥没、上顎骨、骨折、他、亀裂多数、前歯奥歯ともに、摩滅、欠損、損傷多数。なので今日、会社休んでいいですか？よく生きてんな。次に出社するとき診断書持ってこいよ。部長、それは甘えだ。そんなかすり傷程度で休むなや。ETC カードが挿入されていません。横の車はスムーズに通っていくのにね。めっちゃ痛いやつ。出走前に言ってほしかった。車だったのか。心が狭すぎ。行為は補強士のせいで、理系離れが加速していく。マジで理不尽やな。罰はやりすぎだけど、指摘自体は間違ってないな。字が下手すぎ。わかってるよね。ネットで見たらいけないもの。おかんが出てる作品でしょ？これはきつい。出てたのか。お父さんのもよ。嫌すぎる。縦の糸はあなた。横の糸は私。二つの物語。人と人との出会い、物理。いつかお客を温めうるかもしれない。物理的な話だとは思わなかった。子供の頃、両親の夜の営みを見てしまった翌朝、おはようの後になんというのが一番いい。弟がいい。いいですね。いやらしくなくて。地味に来る。はは、ダメね。多分妹だわ、父、てんてんてん。勇者だな。チーターに捕食されるシマウマが気の毒で、ガゼルが喉を通らない。チーターはガゼルを見てこうなってそう。仕留めた分はせめて食うたれや。豚さんがかわいそうでとんかつ食べられないみたいな感じ。命に感謝して食べるんや。お前はええやつや、え。今、勇気ある冒険が始まる。田んぼ、見てくる。見に行ったところで何もできないのに、なんで見に行くんだろう？全米が泣いた、田んぼだけに。死亡フラグではなく、これからは勇気ある冒険が流行れ。増水してる、やめていいところに連れて行ってあげる、と。夫に言われてついて行ったら、私の浮気相手の家でした。ババア様、普通に物語として面白そう。近づくにつれて油汗が。次は法廷で会うのかな。禁断の恋と近代の恋の違い。身分差のある恋か、次元差のある恋か。めっちゃうまくね。物語が生まれる。そしていつでもワンサイド。なんで彼女は画面から出てきてくれないの。投稿の際、パンを加え、遅刻遅刻う、と、走る女子の 89% が、急いでる割にしっかりと、トーストする派である。でもマーガリンは塗ってない。ママが早起きして作ってくれてたんやで。起きた直後の人間にトースト食べさせようとするのは愛なのかな？いや、トーストは焼いてる間に支度できるからな。ご飯もシリアルも食べきらないと出かけられないから。トースト優秀だぞ。僕、大人になりたくない。大人はずるくて汚い。いやよ。ずっと子育てなんて冗談じゃないわ。それが汚いって言ってんだ。大人にならないずるは許さないよ。本音だだ漏れ。親の稼ぎを当てにして生きる大きい子供はね、汚いというか、汚物そのものよ。親トラックが、子トラックに授乳する様子。これぞボケてって感じ。え、そこにいるの全員子供ですか？多くない？わら。よく思いついたな。どうすやそんな発想できるんだよ。エイプリルフールでも許されない嘘。1、お前は本当の子供じゃない。2、好きです。付き合ってください。3、明日は私服で問題ないって。公開処刑になるやつ。次の日に持ち越すのはやめろや。一人だけ異質なやつ。でも学生なら4月2日って春休みやん。亡くなった父の写真がこれしかない。あえてこれを出すことで生き様を伝える。写真あるだけマシなのか、なかった方が良かったか。最近写真撮っていなかったら昔の学生アルバムで家使え。好きでお仕置きされてそう。父よ。奇跡的に無傷でコンビニに入店できたおじいちゃん。問題は店を出る時だね。あるしプロやな。おじいちゃんいい車乗ってんね。被害ゼロなら車での入店も OK なのか。
おい、今すぐ金を出せ。ご一緒にポテトはいかがですか？サンドイッチマンでくさ。今ならカレーパンが出来たてですよ。まさかのセットメニュー付き。しまった、つい落としきるが。トライアスロンの順番を盛大に間違える。自転車で走ったら水没。スタンド能力かな。間違えてこれができるなら非常に貴重な研究サンプルになるね。病状のバイクも見応えありそう。相席で向かいのやつがめっちゃテーブル押してくる。理由がわからないところが面白い。グイグイ押しとるねー。かわいそうやんけ。いるいる。この前、真っ二つになってる双子がいた。秋田県みたいに、地名が名前につく動物を教えてください。長州か。動物。まあ人間も動物だし多分。形変えてしまうぞこら。主に山口県に生息するかってこと？一瞬でも猫に見えた人、正直に星さん。正直者で通ってるんで。一瞬でも猫、永遠に猫。猫そのものやろがい。一瞬猫だけど、よく見たらキャットでした。反省の言葉は？次は捕まりません。次があったらダメ。ここで言っちゃダメなやつ。やる気満々でくさ。ち、許せな。反省してまーす。時速10キロで自転車を漕いでいたたかしくんは、見知らぬおじいさんにぶつかってしまいました。たかしくんは、アクセルとブレーキを間違えた、と言いました。罪重くなっとるがな。チャリにアクセルとかあんのかよ。自転車に装備してません。何かのリベンジか？踊っているうちに一人だけどんどん前に出てくる。無意識なんだろうな。小学校によくいたな。サザエさんのオープニングじゃないんだから。この後この一人が下がって、周りの人が前に出てくるんだよね。転生したらサドルだったんだけど、大当たりだ。幸せにな。力を蓄えろ、奉仕するんだ。お父さんへのプレゼント。一年後おじさんに転売される。一番高い部品を取らないでくれた優しい泥棒。被害者、なんて、優しいの。フレームだけいいのにしてあとは中古で揃えてたとか。多分いたずら。フレーム以外のコンポとかホイールの方が高いんじゃね？ページを開くたびに知らない人がウォーリーはここですと教えてくれる。すげえムカつく。余計なお世話だ。多分親切な人なんだよ。なんでみんなニッコニコなん、わら。自分よりハゲてるやつを見つけた。嬉しそう。慰めにならんぞ、わら。スキンヘッドくらいしかないね。むしろスキンヘッドの方が潔い。何の目的もない人が集う不目的ホール。その名も、触れ合いホール。当ホールへの目的の持ち込みはご遠慮いただいております。これはこれで欲しい。全員、暇だな。共通の知り合いが戻ってこない。気まずすぎる。話は左の人に置いといたままね。沈黙しだすとあかんやつな。ジェラードンのコント。降りたいのに釣り革を持ってる人が動いてくれない。嫌がらせレベルのやつは、一定数いるから仕方ない。後ろ通れ後ろ。映像が浮かびすぎて爆笑した。投げ倒せ。女。女にしか見えない。おお、ほんとだ。男バージョンは？そしてこの顔である。ついに群馬がウーバーイーツの対象地域に入った。何日で届くんだろう？青森県まだなのにいいな。命がけすぎる。配達員の生還率 20%。毛利小五郎。体内で吸収される素材なのに消化が間に合っていない。ちょっと焦った。コナンひでえ。麻酔バリちゃうよ。放射線治療の一種。平型のふりした二人の会話がとうとう煮詰まってきた。まあまあ、雰囲気でいこう。恥ずかしい。こういうメールする仕事してるおじさんとかいるよね、わら。ちょっと面白そう、わら。グラビアのエロの限界突破、スケスケ度 400%、が何一つ間違っていない。これで興奮するのは接骨院の先生くらいだよね。限界を突破したら虚無だった。スケスケ、スケスケだこれ。強いて言うならエロが足りない。お前進路は？上野動物園、マジ？あそこ倍率高いじゃん。だから真剣ゼミ始めたんだ。かわいすぎる。真剣ゼミ有能すぎる。真剣ゼミなら、小の練習とも両立できるんだぜ。真剣ゼミの CM に採用されそう。お前か？キリンさんが好きですって言ってたの？いや、俺はシマウマの方が好き。俺、タイガーが好きで。おい、何しやがる？ちゃんと最後まで聞いてあげて。でもゾウさんの方がもっと好きです。ひひひ。
拙者は侍。杭をつくな。こいつに刀持たせたらあかん。もらい笑いしたわ、わら。小物衆が半端ない。なんだ、またこいつらの家系かよ。自分の祖先が自分ってなんかや。輪廻転生。血は争えない。ウィーズリー家かな。何拍子やねん。エオン記号。演奏体がめっちゃ迷う。よくこれからタクトが浮かんだな。どこのコースターだろう。だから、プロジェクターの前に立つな。わざとやってるな。この顔がまた。カメラ目線がじわる。そもそもプレゼンの内容がおかしい。お帰りなさいあなた、ご飯にする？ライスにする？それとも、お、こ、め。全部米やんけ。ふりかけを、せめてふりかけをください。喧嘩中。パンで。今日はデパ地下で試食するぞお弁当。うまい。ケチくせえ。ご飯持参。つまみ出せ。とりあえずクリーニング屋殴りに行くわ。折り紙で作ったのかな？クリーニング屋でバイトしてたけどこんな服着たら困る。クリーニング代いくらになるんかなこれ。これは殴っても許される。田中の母ちゃん、今年の授業参観はちょっと控えめだな。毎年どんなやねん。田中の母ちゃんめっちゃ綺麗やん、わら。浮きまくり。大キック、わら。落石注意。言わんこっちゃない。体を張って示してくれたんだね。石には注意してたけど岩は無理。うますぎる。一本。結界が張ってあると言っておろうに。たたたたた、べしゃ。ビターンって感じか。ハリポタにこんなシーンあったな。何のために。旅行先でスマホを落としたと養子に話したら引くほど探し出した。これでカバンから出てきたら投げ捨てるよな。これであるのは陸だったり。あげく、ポケットに入ってることに気づいてみたり。3日目。100秒数えた後、誰ももういいかい？の返事をしてくれない。全員帰宅。一人でけなげに数えてたのか。泣ける。思えば遠くへ来たもんだ。人類最後の一人。プールでおしっこするなって言ったよな。しすぎ。果てしない量をしたようだ。ビタミン C 飲みすぎ。汚いのに。綺麗だ。久々に実家に帰ると、高校時代の柔道着をおかんがパジャマにしてた。うちの母さんすぎて増えた。あんたも大きいひんやろ、お母さんもらったで。慣れると意外と着心地いかったりするよな。うちの神さんも息子のジャージを使いそう。急に土俵が回り出した。普通に増えた。想像して笑った。行事の安定感。青いやつの回り方かっけえ。驚いたか？私に場外など存在しないのだよ。ドラゴンボール的な。反則負けだろ。いやいやいや。間にいるばあさんの顔でより引き立つリアル感。チェックメイトされるのはもう時間の問題だが、やっぱり何度考えても相手のゴッドという最強の駒に納得がいかない。効果、ひたすら強い。ステイルメイトに持ち込めば。これが超次元チェスですか。結局課金には勝てない。こちらスネーク、潜入に成功したがルール不明。繰り返す、ルール不明。白い方はホワイトチョコで黒い方はビターチョコだ。交代で食いたい方を食え。ルールは現地調達だ。メイリンとか詳しそうだけどな。潜入前に覚えとけや。うろ覚えのルールで怒涛の4冠獲得。え、これ取ってもいいやつ？飛車ってここ置ける？いけるよな？なおうて。ならなくてもいいの？せ、負のままで。ちょろいもんだぜ。昨日まで全くやる気なしだったが、師範にお前、肩ちゃんとしてるなと言われた翌日からこの様子。俺と一緒のタイプ。わかる。褒められると伸びる子。叱るだけが指導じゃないよね。ファミレス接客、注文品を運び終わったらお客様に。安いものばかりですけど、ご注文は以上でしょうか？と声をかけましょう。ほっとけ、わら。給料日前だから仕方ないだろ。言われたら嫌だな。失礼。トイレ、この先2500メートル。漏れるハラスメント。大文字やから参るやな。間に合わなかった。途中で、漏れ。一応我慢して向かってみたくなる、わら。すっかり化け物になってしまったけど、それでも人間だった頃のことをまだ覚えてるのね、ろっこりはん。ろっこりはん好きだった。メガネなくしたのね。ぬらりろっこりはん。地味にこういうの声は。何事にも練習あるのみ。私は練習をしすぎて今までに3つも楽器をダメにした。楽器クラッシャー。楽器クラッシャー、わら。
キーボードクラッシャーみたいなノリ。名前で全部ぶっ壊しやがった。何日で3つ壊したんだろう。網だくじで決めよ。網だ、網だ。クソ細かい。何人いるんだ。人の顔が見えるのは私だけかしら。磯野、近い近い。気づいた瞬間増えた。頭にしか見えなくなった、わら。頭をグリグリ。終焉。ヤムチャがやられても髪の毛一本スーパーサイヤ人になるくらいしか怒りがこみ上げなかった。ヤムチャかわいそう。いつものことだからな。か。ああ、ヤムチャのことか。滝本容疑者。早めのパブロン、聞いたよね、と嘘をつき女性を脅す。ゴリ押しが過ぎる。まるで効かない薬みたいに聞こえる、わら。俺のかかりつけの医者はあんなもん効かんって言ってるわ。プラシーボ効果だったのか。ドラえもんがロードローラーに惹かれた。うりー。ロードローラーだー。もうそれにしか見えない。これは背後からやられましたね。彼女が高級ブランドバッグを眺め始めて5時間が経過した。私は負けません。はよ ATM に駆け込め。彼女はチャンピオンだから手強い。頑張れ、負けるな。買ってあげろよ。引き出物の皿が使いづらい。そうきたか。なんだかんだでイケアにありそう。食べ終わりにかけて現れてくる。わろう。グリグリすんなぁ。いてぇ。後ろの奴ら笑っとる。浦安の世界観。そら、切れるわな。空き巣が容赦なかった。床の汚れもごっそりいただいていったってか。もうこのまま家売ろう。不思議で便利な大風呂敷。悔しいくらいにピカピカだ。オオスズメバチ、昆虫孔、マクシモク、スズメバチか、日本を含む東アジアから東南アジアにかけて生息する大型のハチ。腹部先端の毒針と強力な顎が武器。極めて攻撃性が高く。山口組を襲撃し数時間で全滅させてしまうこともある。繁殖期の8月は特に気性が荒いので要注意。蜂強。害虫が害虫駆除か。確かに、奴らなら可能だ。書き込みじゃあ。母の手術代を貯めるために毎日バナナだけで生活してる青年が TV で紹介され、放送後全国から励ましのバナナが届いた。違うんだな。揃いも揃ってアホか。よし、これで映画撮ろう。それよか募金派よ。合言葉を言うと裏の武器屋に案内してくれるタイプの店。優雅ごとくかな。こういうの現実にもないかな。アップルパイをアップル抜きで。豚こま5グラム、ベーコン2切れ、裏に来い。サーバー管理が思ってたのと違った。ノートン、サーバー、セキュリティ、イミシン。サバですらない。回線悪いのはこいつらが仕事してないからか。サーバー落ちました、拾っといて。俺が楽しみにしていたプリン返せ。もはや原型がない。プリンよりお金かけてるわらわら。手遅れ。その取り返したやつ食べるの？桃太郎無課金。星1の記事。これはこれで強そう。無課金、トップ長時間プレイヤー。課金したらどう変わるんやろ。また夫婦喧嘩か、仕方がない初めて立ってやるか。赤様すごい。会話をそらす技、だが一度きりしか使えない。パパとママよ。気を使わせんじゃないよ。転生者。一匹目の豚から攻略難易度が高すぎる。狼、電話、破壊、息、と。狼視点ってところがなんか楽しい。三匹目まで来るとアルソックついてんぞ。よしドアから入ろうめやん。多分クモみたいな人がハンコとか入れてる。戦闘しろか。ハンコは入ってない、薬草やな。ゼニーバのハンコのことかな。もっかい見てこい。トイレに行きたいことをかっこよく伝えて。限界突破だ。突破しちゃあかん。体に悪いぞ、わら。活動限界まであと何秒？漏らしてねえか？ジェイソン分割払いできますか？それ分割されんの店員なのでは？あんたそれ使ったことないんだろ？神仏かな？レザーフェイスとジェイソンってなんかよく間違えるよね。お先にどうぞー。小屋どうも。どういたしまして。やかましいわ。こういうの好き。女湯を覗きに向かう男子。目の開き具合。女湯にゴルゴンさえいなければ。寄せってバレるぞ、と言いつつ、ついていく親友。実際にいるよね、こういう男子。作品の数を増やす。お前だったのか。首折るなよ。もっと増やそう花、ポキッピミ、ポキ。男の胴、男の首、男の腕、男の足。
メルカリで買ったお人形が届いた。あ、あかんやつや。まずお払いし呼んでこい。これはまた偉いものを。アナベル人形でも買ったのか。あんたでええよ。上からにゃんこ。ほんまにええのん。やさぐれている。ベテランの捨て猫。帰省したばあちゃん家がつまらなすぎて、DS をやる長男と畳のダニを探す粒を。バレないように柱を削るのはやってた。次男結構楽しんでるだろ。帰省はマジつまらんかったな子供の頃は。高校生ですが明日帰省してきます。第1回ワイン一気飲み選手権。一升瓶に見える。それにしか見えなくなってきた。手前の子はブドウジュースだよな。サイゼリアでマグナムボトル一気飲みならある。家族しか見に来なかった。うっかわいそう。でも来てくれたやん。このご時世なら致し方ないかも。右がお前の本当の父ちゃんや。どこからか、取ったドウの声が聞こえたので大慌てで逃げ出す。大変だ。浜口だー。あ、あわわ、逃げなきゃ。うおうさおう感は伝わる。多分にも。うん、そうだね適当。8割が経ってる。長くなったね。違うから。妹が約1年使用していましたが必要なくなったので出品します。売るな売るな。綺麗に清掃しましたが歯型が残っているのでジャンク扱い。早速買わせていただきますね。高値つくわヤフオクとかでな。目が悪い人はうまい棒チーズ味に見えます。そんなわけあるか。ほんまや。視力いいけどなんかわかる。うまい棒じゃん。やってみてクスッときた。半年ぶりに動物の森を開いた。どんなアプデしたんだろう。サバンナか。野生の王国となっていた。7年放置した私は一体。もう99日目やしな、飲まなやってられんしな。懐かしい。今このボケ見てワニの存在思い出した。最後の晩餐を決めておくんだな。知ってたんだ。驚きのしばきやすさ。PT 用の武器やないか。しかもこべりつきにくい。夕立にも勧めてます。使ってみたら本当にしばきやすかった。はい、2ブロック完成です。逆。すべてを諦めた顔だな。落ち武者スタイル。言葉的には間違ってない。うわ、犬だー。シンプルながらじわじわ来ました。お前もな。自分のこと棚にあげて。お前なんなんだよ。迫り来たる30代。体力が落ちてくる。顔がつぼる。20代から30代は大きいと思う。そんなに悪いもんでもないで。布団叩いてラーラー騒いでる向かいのババアに応戦中。騒音おばさん。周りがいい迷惑、わら。しばくぞ。伝説のセッションの誕生である。ミル24、ハインド、ミル設計局が1969年に開発したソ連初の攻撃ヘリコプター。輸送ヘリを元に作られたため機体が大きく、2400キロまでの兵装を搭載することができる。機内に、強安の電動ドンキホーテがあるのが特徴で、このような構造を持つ攻撃エリは珍しい。ドンドンドン、攻撃音。ドンキホーテハインド店。珍しいとかじゃねえだろ。照準器がイカれやがった、ドンキにあります、よし買ってこい。なんか酒の切り身が飛んできた。ナイスキャッチ。日常じゃねえか。想像の3倍くらい切り身だった。後の切り身ちゃんである。どんな人でも必ずはいと答える質問をお考えください。18歳以上ですか？ビクビクしながら押した思い出。大人になった日。小学生杯。私の過去をばらさないでください。国名に漢字2文字加えて面白くしてみてください。ルー大芝マニア。マニアックすぎる。よく思いつくなこんなの。探したらいそう。ブラザーしようぜ。ルイボトン。素晴らしい。ちょっと欲しい。これマジであるの？なんかいい匂いしそう。大人向けの昔話のタイトル、霊、裏筋太郎。カチカチやな。どの立場の人の発言やねん。関西弁の姉ちゃん。少し感心しちゃった。最後のハートがいい。ギャルが折った折り鶴、鶴とか無理ー。マジ神ー？俺なすぎはロタ。なんだろう、引っ叩いていいですか？スーパーアイラン。誰が喜ぶのこれ。その爪で折れるはずねえだろ。猛禽みたいな鶴混じってて草。大変だご主人、ここに知らんデブがいる。恐れな。お前や。初めて鏡見たんだ。デブ戦のご主人にんまり。三代女が喜ぶもの、アクセサリー、ブランド物のバッグ。他の女の不幸は。貢ぐ男にもよる。
男でも降ってきた女の話なら喜ぶ。機嫌直しの特効薬？大量の諭吉も好き。葬儀会社、今ならキャンペーン中につき。二人目半額。不謹慎やないかい。サンドウィッチマン。ワクワクキャンペーンやってそう。ありがたや。強制参加の町内会の掃除、副掃除流を逆手にとって、二度と呼ばれないように対抗する。明暗。その手があったか。面白いからもう一回。って考えた奴らがいっぱいいた。驚愕の新機能とは？ツイートする。拡散希望。助けて神がない。いい色だと思ったらあるでい。汚ねえ。早くおばあちゃん食べなさいよ。いいの？それで？話が進まないからね。役目でしょ。がっつり行こう。結果発表。これは言ってる。かわよ。これ本当にあった画像なんか？狼？とりあえず買いたい。何も持たない方が世間の風当たりがなくて気楽に生きていけるのだ。これでいいのだ。哲学か？高いところは不安定。バカボンのパパか。元の積み重ねの風刺画みたい。ぶつかるよ、ながら運転。バカモン GO。リズムいいわ。GO するんじゃない。ゲットだぜ。交通用語にすればいいのに。思ったより意外と平気だったこと。後ろの人に断らずに、少しずつ新幹線の座席を倒す。トイレ行ったら戻ってるやつ。アハ体験だな。手で罰してごめんなさい。滑らない話のやつか。可愛いご主人でありますように、可愛いご主人でありますように、可愛いご主人でありますように、ジジイは嫌だ、可愛い。可愛いジジイかも。わかるわ。お前が一番可愛いよ。ハリーポッター思い出した。あ、これ起きたら叱られる夢だ。多分ね。あったかいな。夢の中は気持ちいいんだけど。この夢見たことあるわ。妻と思って声をかけたら家内じゃなくて熊でな。やばいと思って家内に助けを求めたら、それも熊でな。熊地獄。連鎖パない。地面素か。よく考えたらわしも熊でな。満員電車に新しくできた本当にいらない機能。満員時に満員御礼の垂れ幕が下がる。映画か。うぜえ。本当にいらんな、わら。いや、これいいかもしれない。一郎と一郎の違い、一年間棒を振るのが一郎で、一年間お棒に振るのが一郎、点を取れるのが一郎で、点を取れないのが一郎、ファンを駆り立てるのが一郎で、不安を駆り立てられるのが一郎。ライトで262本が一郎。センターで262点が一郎。うまい。262点は草。一郎では済まない。もう諦めた方がいい。浮気相手のラブレターをシュレッダーしたはずだったが朝起きたら綺麗に修復されていた。終わった。クレイジーダイヤモンド。嫁の能力。執念を感じる。アンパンマン最終回でついに本気を出したホラーマン。アンダーテールのサンズ的な。ホラーマンかっこいい。アンパンチでは勝てない。アンパンマンの覚醒派よ。週刊新幹線を作る創刊号はブレーキディスクがついて980円。実物大。お買い得すぎる。車の次は新幹線か。自業から50万くらいしそう。おい待てよ、家の周りだけって言ってただろ、そっち高速だぞ。もういいんだ。表情がいいね。アメリカならやるやついそう。ご愁傷様。宝石を20万で買った。すごい冷たいし、どんどん溶けていく。それ違う。騙されとる。不思議ですね。冷凍庫しまっとけ冷凍庫。痛かったら手あげてくださいね。これはひどい。無理ゲー。現実の理不尽さを教えてる。どずかよ。月曜日、休みまであと5日。火曜日、休みまであと4日。水曜日、休みまであと3日。木曜日、休みまであと2日。金曜日、休みまであと1日、土曜日、出勤まで2日。やめてくれ。考え方の問題。土曜日が休み、だと。Y ニート高みの見物。健康奉仕。Y 随筆か、友達のニンナジの奉仕が天然すぎて草。2チャンネルのすれたい感。普通に読んでみたいわ。そなたは、何時永眠か。歴史用わからんが草。はい、5回目ね。どうなるかわかってるよね？これはやばい。メガガチ。4度目まで耐えれたのくさ。今すぐ逃げ出したい。ピコンピコンうるさいのがやっと静かになった。
おい、わらわら。止まってんじゃん。処置しろよ。ビー。眼科で、気球を見ててくださいって言われたけど手前のおっさんが気になる。こっち見んな。気球ありすぎだろ。飛行機もあるぞ。今日の9時から眼科なんだが。まったく、バナナの皮ってのは困ったもんだね。アメコミにありそう。ロケット並みの威力。やべえ。謎冷静。ランチナウ。取り調べ室で食べるカツ丼はやっぱりうまし。キュウリうまそう。言うてる場合か。自腹で注文できるんだよ。なお奢ってはくれない。自分のとこ歌われた。ぶってこらえてるように見える。クソおもろい。最後まで一人で歌い切りやがった。観客からは間違えたと思われる始末。原子マネー使えますか？かなり値打ちありそう。増えた。使えません。じゃあいいですー。ダライラマがまもなくいらっしゃいます。はしょりすぎ。いつ使うんだ、わら。虫は来ませり。だらっしゃせー。スターで無敵になったのに穴に落ちるみたいなこと。インフルエンザで休めると思ったらゴールデンウィーク突入。どんまい。新型じゃないところがまた。かわいそうだ。からのコロナはしごしよう。デート代は男性がおごるべきか？そもそもデートする機会があるのか？あるぞ。あるはずだぞ。やめろ、それは俺らに響く。ふん。ってなった。議論するだけ無駄な議題。プールの後の数学。何中目だ。わかる。座学はみんな眠いよ。わら。焦点があってねえ。アッコさんが納豆を混ぜ始めた。たかが納豆で。おかげで供給口になりました。始まってしまったのか。これだけで済まないでしょ。ゲームのやりすぎで母親に取り上げられ、タンスの中から始まり最終的に岐阜の山中に隠された。その前にまず捨てろ。家庭に何があったんだ。探すまでの道のりがゲーム。おかんもすごいな。誰だよ？海底の線抜いたの。すげえよ線抜いたやつ。素晴らしいセンス。あ、ごめん。俺。そっか。捨てられて時間が経ちアンパンマンの顔の中身が出てきた。あんこないね。案外そうかもしれない。これなら水も減っちゃら。パンちゃう。散歩ですかと聞いたらそうなんですと言われ、どっちの意味か考え中。そうなんです。そうなんです。イントネーション聞き逃したな。とりあえず助けよう。確かに200メートル先、右折ですって声が聞こえたんだけど誰もいないわ。不思議。バカ野郎わら。夜中車に乗れなくなる。俺んとこはセクシーな声。一塁側。アロエ、鹿児島。なんやねん。戦い方が気になる。人ですらない。意味不明すぎて好き。男子、女子どちらのトイレに入っても悲鳴を上げられた。どっちにも見えてくさ。男子は悲鳴あげんな。やめたれ。多目的トイレを使おう。ここ俺の動物園じゃねえ。逃げなきゃ。人間の方が檻に入っている。ビーバップハイスクールみたい。こやつ、できる。曽祖父、達夫、祖父、雄一郎、父親、雄太、息子。ブルーアイズホワイトドラゴン、キラキラネーム。呼びにく。バーストストリームくん。初見なのに読み方ばりわかるわ。卒業式とか絶対やばい。日ハムのお荷物になった王子、チベットの民は。ボロ雑巾王子か。素晴らしい回答。語り継がれてる。なぜチベットの民はに。何を隠そう拙者はドライブスルーをご利用できません。何をした？知ったことか。馬じゃ仕方ねえよ。自分でご利用って言うなよ、わら。林修宅の時計。なうなう時計。これもう時計の意味ないやん。今何時？今でしょ。ちょっとこの時計欲しい。やばい宗教に勧誘された時の効果的な断り方とは？私が神だ。本気でこれ使いたい。予備校の先生が言ってた。これ本当に断れるよ。次来たら試してみます。2学期になったら雰囲気変わってた。可愛いのは変わらない。グレても可愛い。やんのかてめえ。頭にウサギ乗せてるのかと。さて、第897回東京支部猫会議を始める。まず節約のためにおこたを出さない家が多いという案件だ。おこた。灯油の減りが早いと思ったら。こたつの方が節約になるのに。おこたは月2000円くらいで済む。ボケてニュース、速報、強盗犯が。ガラスの靴を置いて逃走。靴
崩れしたのか。すぐに足がつきそう、物理。ロマンチック。音うるさそう。デート中に女性が、呼吸しないと、脈なしです。でしょうね。ゾンビかもしれない。デート関係ねえ。AED でドキドキさせないと。あれはスクイーズのサイン。そんな情報量ないだろ、わら。バレバレやないか。後ろの騎馬隊はなんやねん。違う違う、それ送りバント。みんな逃げて、私が完全にマサオカ式になってしまう前に。なったところで。逃げる必要ないだろ。メスのマサオカ式だ。瀬戸内寂聴経由でな。一枚の紙を切ったり破ったりせず十枚にするにはどうしたらよいでしょう？両替。頭いい。普通にすげえ。その発想はなかった。ボケてくれ。君の歯は？俺、つぶあん派。FF 派です。カトリック。あ、これコスプレです。NHK の料金を支払わなかった場合の報復放送が演出すぎる。演出ってレベルじゃねえぞ。予告だとしたら怖い、わらわら。名誉毀損だろ。いつ放送すんだろ。お題か、と思ったら、広告だったんですよ。あるある。たまに逆もある。これは永遠の課題。間違えてタップしちゃう。平和の象徴のくせに俺らの餌横取りすんのかよ。言ってる。と正論でよろしい。スズメかわよ。ここに餌ばらまいてやりたい。ペプシ、荒風？顔色も悪いわよ。すげえ。ディズニーっぽい。素晴らしい。言うて他のも顔真っ赤やぞ。学校の先生をしていた父は、車の運転が苦手でいつも、校門の生活指導の先生を跳ね飛ばして、生徒たちの人気者でした。金八先生おるやんけ。いつもなんだ。生活指導の先生タフだな。いつもいつも、困ったものでしたよ。ウォシュレットの水圧をマックスにして、次に入った人の悲鳴を聞くのが唯一の趣味。ゲスやな。卑屈。唯一の。ね、わら。残念だったな、俺はマックス派だ。シャワーの固定位置が低い。酔っ払った時こんな感じ。それきっと、蛇口。低すぎ、体力使いそう。よくは、ねえよ。名画、江頭の2時50分頃。この絵星？星が雪に見えた。疲れた現代人に必要なボケ。神秘的。テスト中わからない漢字が日直の名前に入ってた。ほう。わかるわかる。とりあえず見渡すよな。教室の中にたまに答えがある。給水所に茶道具しかない。律儀に茶を立てるな。水もないからお茶すら作れない。きちく。表線けかよう。避難訓練にライブ感を出す音楽の先生。逆にみんなふざけるだろ。チリの先生っぽい。燃えてるか。生き残りたいか。絶対、この辺に肩掛けバッグを落としたはずなんだ。誰か気づけ。多分、家帰ったら見つかる。本人はいたって真面目です。後ろの他人容疑なところ好き。途中で切れたトイレットペーパーを補充する。超あるあるだな。特に台の時な。吹き切れなかったか。ボケ主は経験あるんだろうな。パスがもらえたらあんなことやこんなことできるのに。ここでは僕に誰もパスをくれません。できないからもらえないんだと。前乗り手の試合。戦力外何回。お金払えばできる子です。二つの意味でやばい。助かるよ。おいこら。あたしのことか。出荷待ちのレモンスカッシュ。なぜかわかるから怖い。出荷後が気になる、わら。藤屋のやつだ。あらやだ素敵。上杉鷹山名言。涙の数だけ強くなる。ここが原点だったのか。こらえてるように見えなくもない。下唇、噛み締めてる。定石に咲く花のごとし。殿堂入りした人にしかわからないこと。何もしてないのにじわじわと累計星が増える印税感。印税感ってワード好き。これでまた増える。羨ましすぎる。それなしろめ。公然わいせつ男の。作った米がうまい。スクープ。無色ってガイトルで。いや、だからなんだよ。ラノベのタイトルか。イケメン税の課税率、80% イケメン、0% 普通面、-10% ブサ面、-20% キモ面、-30%。生まれてきてごめん。許してあげて。日暮らしかな。こち亀にこんな話あった。やったぜ。奇数が出たら俺とキッス。
偶数が出たら俺とグッスな。ああ、グッスも知らねえのか。グッとくるキッスのことだよ。結局こんなんで抱いて逃げろ。30年同じメニューを注文し続け、今日思い切っていつものと注文したら 0.5 秒で何でしたっけと返された。かわいそう。寂しい。忘れちゃったよ。その程度の店、その程度の店員、その程度の客。預言者ルカーンは引っ越すと言ってこの街を出て行った。シンプルだけどいい。そのまま普通のことだ。見事な予言だ。お客様の中でヨガフレームを使える方はいらっしゃいますか？笑顔がたまらんね。スト2。ヨガフレームの需要って？ヨガテレポートなら少々。川底に針が引っかかった。かなり苦戦してるな。わかりみが深いな。目かかり。結局は糸を切る。元気玉？当たらんよ。このじいさん亀仙人かよ。むしろデスボール。避けろ。なった。かわした。お年玉袋から出た瞬間の舌打ちを見逃さなかった。これはセンスあるわら。哀愁漂う。アップなのがまた。こうしてやさぐれていく。踏んだら歌じゃなく謝罪だろ。すいません。正しい。恐ろしい。正論でございます。半日で使い切った。薄いからな。ただ合成が雑。こいつできる確信。素直に感心した。方向音痴王者決定戦で前年度優勝者ザックが入場からかます。よく会場まで来たな。自信に満ちた顔。そっちじゃねえぞ。堂々とした顔つき。母今日はカレーよ。ダイイングメッセージが謎。バグっとるわら。フェイント。めっちゃ矛盾しとるやんけ。いいからこの俺を笑わせてみろよ。小学生の頃流れるプールでうこしたら追いかけられて泣いた。これは恐怖だな。笑った。これ卑怯だろ。これはひどい。津田、パソコンの使い方教えてくれないか？萩村、ここはこうしてこうよ。貸して、津田、あ、ただやってもらうだけじゃダメだな。自分でやって覚えないと。萩村、手じゃなくて口で指示してくれないか？萩村。だからこうしてマウス使ってるじゃねえか。意味深。萩村老編。鈴ヘッド。さすが IQ200 オーバー。何わしの誕生日にイチャついとんねん。逆に何が悪いんや。一人称わしなんや。確かに。リア充爆発じゃ。近藤、今晩久しぶりに飲みに行くか？また近藤。近藤に言えよ。やかましい。遠慮遠藤するなよ。近藤無の用意もしとけよ。トランプ私と勝負しなさい。ババ抜きで？うまいってやかましいわ。顔もうるさい。勢いで笑った。ババアは抜きでやらないとね。ババがはぶられる。童貞も守れない男に何も守れないんですよ。父親全否定。じゃあお前は生物でもない。なんで守るんだよ。そもそも守る意味。深いコメントだな。桃太郎とスラムダンクの話が混ざるとこうなる。キビが好きだと叫びたい。本場に棒。キビ団子マンですから。鬼退治がしたいです。超鼻声わら。誕生日誰も気づいてくれなくて泣きじゃくって帰ってきたら。結局主役じゃなくない？違うよ。これ白猫の誕生日だろ。写真がずるいわ。かわいい。メリークリスマスと叫び火炎瓶を投げつける。やべえ。想像しちゃった。市役所関係ないやろ。ハリウッド映画っぽい。花見といえば桜を眺め愉快に踊ってくっと行きたい。くっと行きたい。スタンリッチ。実に愉快。仲いいな。楽しかった石油発掘。中東大中東の卒業式だな。全力を尽くした。卒業式か。僕の石油王アカデミアだな。金曜ロードショーがラピュタだった翌朝。あるある。卵だけ先に食べるやつ。ジブリじゃないけどハイジの飯もうまそう。ハウルならベーコン付き。デッドボール怪我ないか怪我ないかだとこの野郎。寄せ喧嘩なんて不毛だ不毛だとこの野郎。ハゲばっか。怒り方激しいな。落ち着けよ。まさに不毛だね。老後まで先読みして憂鬱。お題続いてて大草原。お題続いてる。まさに人生積んでる。先読みしすぎ。人踏んじゃった。顔が可愛い。踏んじゃった。僕も踏んでください。この猫可愛すぎる。ぬいぐるみ欲しい。通知表がドストレート。
もう口で言えって。わかりやすくてよい。バカにもわかる親切な通知表。なんか清々しさも感じるのは俺だけわら。冷凍食品ばかりの食事で不足がちになるものは何でしょうか。愛情。回答できなかった。ある意味、正解。好き。うまい。わろたー。警察犬までも不祥事を起こす。犬のおさわりマン。長和県警かな？発情期ですか、この野郎。力抜けよ。あなたが天才だと思う人教えてください。共感したら星。すごいよ、マサルさんのオープニングにロマンスを採用した人。放課後のキャンバス。確かに。エリーゼの憂鬱。途中で本人映像入るしわらわら。彼女の得意料理が日に日に増えていく。全部インスタントじゃねえか。料理じゃねえ。料理とは。おっとレパートリーが豊富だね。じゃあ次は自炊だ。国はその功績と栄養を称えスマップメンバーの銅像を建てた。もういい加減忘れてあげてわら。信号信号。完全にバカにしてる。もう、ほっといてあげてよ。お前強い俺のこの棒やる。そりゃ日ハム行って成功するわ。テレレレッテッテッテー。いい話やん。太田の使い方を知らなかったチーム。岩手代表、盛岡大付属、福岡代表。9人いません、部員募集中。どうなってんだ福岡。逆境に強いメンバー。頑張れ福岡。どうやってここまで勝ち上ってきたん。お前ら、さっきの試合どう思う？逃げるは恥だが役に立つ。負けたのに渋谷のあの騒ぎよ。ワールドカップは結果が全て。侍の刀は錆びていた。まさしく。やっぱここは通さねえぜ。通れない。左にだけはいけますね。テンション高い中ボス感。あたたたたた。ああ、怒んねえかな、火事。やめたくなりますよ。焼いてかない？発信ピクトグラム部で検索ぞ。見たけら見せてやるよ、震え声。大変だ、向こうでダニエルが溺れてる。年収5000万のダニエルが溺れてる。ダニエル争奪戦。年収5000万って、俺の倍か。だ、ダニエルのムニエルだと。金目当て多い。100引いてください。900と900ヒロの神隠し。710。修羅の門道のくマイナス1。800万。799よろず9900の神。とんでもなく美人で料理もできて性格もいい女性の唯一ダメなところを教えてください。俺のことを好きにならない。切ない。そりゃダメだわ。美人ボケてみんはちょっと。ダメなところ。消えねえションベンじゃ消えねえ。大炎上させとるやろ。何してんねん。テンパりすぎ。とりあえず落ち着け。一度は拝みたい。今回だけだっぞ。存分に拝んでください。何度でも拝ませてやら。これでいいかね。サウナ140度から帰還。人間やめてきました。整いすぎ。水風呂で整う。進化しとるやないか。駅員が思っていること、この客寝てるのか？体調が悪いのか？ニトリと間違えてるのか？ニトリと間違えててもダメだろ。妻に浮気バレて帰ってくるな言われたか？ニトリ。真犯人を指摘してるのか？説明は後、乗って。エバカヤッターマン。言葉はいらない。竜宮城へ行くのか？消される消される。何の数字でしょう？経験人数。あっさし。女神様。BL の可能性も残る。みんなのアイドル。世界にたった43個しかないものとは何ですか？剣。いや世界にはもっとある。中国にも剣なかったっけ？惜しい、中国にも剣はあるんだ。知らん。あの商品に二文字足して面白くしてみてください。入試激落ちくん。笑えん笑えん。苦労人。絶対買わん。リアルで嫌だ。テフテフトレイン。ちょうちょうですな。ちょうちょうトレイン。テフテフ。みんな考えることは同じ。じゃあ書き上がったよ。いただきましょう。ヤギか。ヤギかわら。食べれるかいが。赤はイチゴ、緑はメロン味だな。ジブリ映画のタイトルに野球要素を混ぜてください。ピッチャー振りかぶって第一球ラピュータ。ホームランはめったに出ない。天空中央だからピュータ。ほぼ野球。割合が逆。本当に 29？ はい、セクハラ。言ってるな、わら。昭和かよ。腹立つ顔しとるわ。博士、私は一体浅漬け道、今朝して遊んでたらでけた殺してください。博士頭おかしい。でけた？じゃねえわ。すごい意地悪。涙出るほど笑った。
安倍晋三。よう似てる。安倍のマスク余ってるぞ。みんながマスクに文句言うから。こんなところにも出没してたのですね。マジ？モナリザ起点？同窓会みたいになってる。偽物でへこんだりして。ベレボレルデルカソ避難を逃れて。関西弁の顔してる違和感ねえすごい。しっかり者のルーシー、短気なソフィア、ゲーム大好きアーロン。暴走族の達也。完全に一致。フルハウスのミシェルに似てね。時を戻してもあかんやつか。見える。アンヨが上手。アンヨはホースやけどな。体がじゃないかな。逆じゃない。逆だろうまいけど。貞子が最近恋したみたい。恋する女子はみんな可愛いもんだよ。命短し恋せよ乙女。あら美人。ただし犯人よ。平常度。ロック。ドンレッピーダン。ボール痩せたな。ダダダダダダダ。うちを拾っと待てあいつネクタイが島村やつぎ。かわいい。貧乏人には拾われたくないのね。どうして島村は肩身が狭いのか。なんでだ島村でもいいじゃん。犬と思っててねえ飼ってたんですがねえ驚愕の事実がありましてねえなんとこの子、猫だったんですねえ。実は絶滅危惧種。オウムじゃないの？よく見ろ、ウサギだよ。モスラだよ。1、努力は実る。1、目指せ全員合格。1、継続は力なり。1、斜め前の席に感謝します。やってんなぁ。いや、カンニングわら。席替え必須。コロナで席が離れてると視力強化が必須だな。あれ？何かにぶつかったかな？まだ生きてんのか。飯塚まあフレンチ優先じゃの。はよゆけやクソアホボケかスコラー。引き直す。ある意味リアル。保育園で昼寝中だった女の子の、家の隣に住んでいた疑い。それは重罪だな。夢に出るより悪質だな。重罪だな、こや。おちおち引っ越しもできねえ。謎かけ、漫画家とかけまして。へそくりと解きます、その心は？どちらも隠し事でしょう？隠し事は謎かけの定番。うまい。もう少しひねってほしかったな。その謎かけは有名。こっちから足音が聞こえたぞにゃんなんだ、猫か。何おってんねん。犬の嗅覚とは。メタルギア。どっちもアホじゃねえか。ベテラン保育士。後ろで新米保育士は勉強してるんだな。この余裕である。懐かれ感半端ない。何もしない、待つんだ。王様、王、よくぞ来てくれた勇者よ。突然の呼び出しですまないが。ちょっとこっちを向いてくれんか？反抗的。こっち向いてくれんか？勇者どうせ、ろくでもない命令するんだろう。宝箱の中身次第だな。アフリカでは1分間に60秒流れていることを聞いてどうすることもできず自分の無力さを知る。できたらやばいわ。生きるの大変そう。世界って残酷だわ。無力圧倒的無力。ユニセフが来た時の我が子の演技がすごすぎる。古速。キリンプロの仕込みやな。アカデミーユニセフ賞。神がかり難民。歳を取ったなぁと最近つくづく思うこと。あるんだけど思い出せない。ちょっとわかる。私、前しか見えないの。これぞボケ。時間が早く進むように感じる。ヘッドショットを決めないと再生するタイプ。デオキシス思い出した。一瞬だけペットショップに見えた。セルの畜生を思い出した。能力者か。槍が折れてしまったのでもう両手の握りってしか武器がない。タックルとか拳やないんや。腰につけてるそれはなんだ？いやそのまま拳でいけよ。台の方が満してんじゃん。2日間ジャパンに行ってたから箸使って食べちゃう癖抜けてないわ。やかましいわ。ジャパンの大阪やな。左の口座そう。箸使ってないやんけっていうボケでしょ。マサエさん、ご飯はまだ？お母さん、先週亡くなったでしょ。ああそうでしたね。成仏してくれ。来てくれてるなら出してやれよ。なんでおるん？爆笑。可愛い娘のために夏休みの工作を手伝う。夏休みの工作って何やっけ？これは先生にバレますね。スケールパネー？絵日記が感動超大作ぐらいバレバレ。この人だママにロボットダンスの呪いをかけられたのはこの人だ。なゆたん成人かな？違う、自分からかかったんだ。まさかの相手が被害者。ママ何者だよわら。きたろう、新しいお母さんは欲しくないか？全員美人だな。目移りしちゃうね。右列上から2番目で。切れると瞳がヒーローに変わるお母さんがいいです。
ちょっと男子真面目に掃除やってよ。俺のクラスの女子じゃんわらわら。アップタウンファンク。楽しそうで何より。1ミリ缶。汚ねえぞタイマンって言ったじゃねえか。センスの塊。イマジネーション。こいつらは見届け人だ嘘。神視点。はい、ということでね、そろそろお迎えの時間となりました。帰省されたら怒りやすくなるやつ。なんだか声よがくぶる。メルヘン。また来世。大根を野沢雅子が言うとデイホン。大根ならデイコンかなわら。それで大丈夫か？悟空だけだと思うなよ。読むとき、ワクワクすっと。神様が人間になりたいという夢をちょっとだけ叶えてくれた。足だけ。14歳か笑い飯か。神様ったら悪いお人ですね。鳥と人間のちょうど境目のところを見せてあげよう。この時じゃないとダメージを与えられない。お題が怖すぎて漏れた。妖怪ウォッチのボス。顔シューティング草。本体が現れた。今が攻撃のチャンス。なぜハルカちゃんの下駄箱に入れておいたラブレターを留学生のデイビッドが持ってるんだ。後ろ手に指輪が。嘘だどんどこどん。なぜだ。禁じます。目をつぶって2時間飛んでたら知らないとこに来てた。やりかねん。体感。よく何にもぶつからなかったなわら。なぜその格好。クラスで空前の環境ブームなのにもかかわらずうっかり配合を許すという痛恨のミス。画像だけでも破壊力抜群。どんなブームだ。確かに環境食らった時、気分的にこんな感じになる。あった環境ワールドカップ開催された。封印されし浜田。似てる。過去の助動式連帯系。じわじわ来る。早くも出ようとしてますよ。あいつらどこ行きやがった。すごい力持ちだね。トトロのばあさん思い出した。誰か教えたれ。上だよ上。僕ら兄弟7人を女で一つで育ててくれた母。夢の国で必死に働き続けて30年。食用、クローバー。クローババーってことかな。アブラハムを思い出した。新型 iPhone の発表会。子孫の思い出した。とうとうそこまで進化したか？衝撃。多分違う。15年を、花沢さんが仕上げてきた。人種変わっとるやんけ。仕上がっておるのう。もはや要素のかけらもないわら。これはいい仕事してきたな。駅弁の売り子が追走してくる。かまあ名刺、かまあ名刺。そして感動のラストへ。チワスと呼んでしまった。そんな怖いやつからは買わんよ。アリンコ踏んじゃダメでしょ命なんだよ。めっちゃセコンドル。外来種だから命とか知らんなく。怒るよ。横沢夏子。シンキングタフツ。素晴らしい発想。シンキング流仏。あはははは、あはははは。おお、そういうことか。徹子だけはわかる。左から2番目な。私が今夜いただくのは。ふってなった。一番左はキリンの川島に似てなくもない。ワンインコパーキング。いろいろとシュール。和むわ。うめえないぞ。かゆいの我慢。まだ試着中だろうが。絶風剣。テリーお似合いですよ、オケ。にしても叩きつけられる姿勢がシュール。お客様。30万円出して登録した結婚相談所が雑の極み。雑の極み。リーガル V と同じ価格や。ハギが男の可能性もビレゾン。大学生協賛何してんすか。最後の一人が帰っていく。切ない。顧客満足度。無観客ライブに。次回のチケットもあげるから。同じ髪型で鼻の穴がでかいジャパニーズがヘイヘイホーと歌ってるだけなのになぜか心に響く。日本人の血がちょっと入ってんじゃね。な、涙隠してるわけじゃないんだからね。サブちゃんの良さがわかるのは世界共通。北さんブラックの名前の由来である。同キャラ対決。スマブラっぽい。色違い。スマブラとかであるやつ。ちょっと変わるやつな。ギリギリ許せる中で限界なこと。ピノ一個ちょうだい。ちょっとわかるな。確かに一瞬考えるわ。GJ。6分の1やもんね。わからん。なぜ口笛が遠くまで聞こえるかわからん。ピュアか。おじいさんなのに教えられないのね。高い真剣度。子供の質問に大真面目。ヒノキの棒だけで魔王の城に到着。チート使ったの？レベルでゴリ押ししそう。あとは布の服ですな。レベルは高いんじゃね。
自分は稲川淳二の弟子とか散々ハードルを上げておいてこんな怖い話は嫌だとめくり芸を始めやがった。終始 BGM が明るい。めちゃくちゃ早口で聞き取りづらい。語り部がゴリラだ、観客もゴリラだ。めくり芸は異端。二代目ワクワクさんが恐ろしく不器用。ゴロリと合体したのか。これゴロリの中の人だろ。全然ミスがすぎるな。初代も十分不器用やで。ゴロリはすごく器用。3年間鼻の穴に入っていたアーモンドが取れた記念に肖像画を描いてもらう。そもそもアーモンドなのか。辛かったねわら。呼吸し辛かっただろうに。そりゃあ、目元も赤くなるさ。敵アジトに潜入できたが番犬にめっちゃ懐かれる。さては、絵付けしたでしょ。ほのぼのボケほんとふこ。優しい世界。さすがタミヤ模型、細部にまでこだわって見事な出来栄えだ。ただ我が軍の極秘兵器まで商品化されているのはどういうことだ？あるある。緻密な調査がハイクオリティの理由です。プラもあるある。さすがタミヤ模型。2130年、かつて伝説の声優と歌われた政子の沢を称える祭りが今年も始まった。クリリンのことか。年を重ねるにつれて炎と融合していくの沢。神様になっちまった。常にゴッド状態だもんな、野沢雅子。ルフィコ、これがワンピース？脳内再生余裕。今までの戦いは何だったんだ？こんな結末だったら面白い。夢もクソもねえ。オタクのたかしくんが描いた絵の件でお話がありますので一度学校の方まで来ていただけますか？修羅場じゃね？闇が深い。お母さん、お父さん、妹。才能と闇が半端ないな。いつの間に？癒される。二度見した感がすごい。いつの間に？かわいい。サービスタフツ？ナイスバディアナ。神レベル。これはうまい。星4つです。12月31日、12月31日はお父さんの誕生日。けれど仕事は蕎麦屋だから一番忙しい日。疲れて帰ってきたのに。そばに来ないでと言ってしまうお父さんにとって12月31日は一番大変な日。泣けてきた。テルマそばにいるよ。反抗期と思春期。うましわら。絶対に乗りたくない遊園地のアトラクション名を考えてください。プーチンのハニートラップ。これ乗っちゃったら命がないやつやん。めっちゃ乗りたい。最終的には僕尻に消えることになりそう。怖すぎだろ。店員さん、このセーター手編みですか？あんだって。とんでもねえ、あたしは神様だよ。ファンセンターってなんだ？ひとみばあさんかな？そうです、渡すが変な店長だす。この石像のタイトル。好きな子のリコーダーを分かち合う美しき友情。友情ってなんだっけ？感動や。ハーモニカだろ。心を打たれた。ボケてみんのジョークの前提、吉田沙織は化け物、静香ちゃんは鬼畜。松崎しげるは黒い。逆転翼はサイコパス。闇の支配者じゃないの？え、一般常識じゃん。ジャイアンは芸人。あなたは貴重です。一言で乗客を不安にさせてください。本日の機長はジョセフ・ジョースターです。終わったな。ご乗車あり。一緒に聞くさ。次にお前は飛行機が墜落するじゃねえかという。最後に残すもの、財を残すのは三流、名を残すのは二流、人を残すのは一流。単位を残すのは一流。それは残留だろ。うまい。落ち込むわ。笑えねえ。119番通報してください。誰か来てください。あなたは。神を信じますか？唐突な啓蒙に草。こんな時に？いきなりやな。突然の加入。バブルガムブラザーズの新曲ボンビーロング2019の歌詞カードが斬新すぎる。レオレガツボルワラ。おおって人が手を繋いでるように見えた。おとれがゲシュタルト崩壊しそうだ。牛乳にダンクする奴はいない。名曲に3文字加えてめちゃくちゃにしてください。中島くんが代打。君が要は。ピッチャー一岡。中島という名字を選んだセンス。一瞬わからんかった。空気読めないやつ。3位話してる最中にスマホ。2位デートについてくる。1位。飲み会の途中でビール瓶で殴ってくる。灰皿かもしれんと。横綱にありがちなこと。空気読めないってレベルじゃねえぞ。3位のやつを殴る。いいから早くの霊気であの子が待ってるんだろ。かっこよすぎるわらわら。すげえ早そう。頼れる兄貴。へ。
キノコとタケノコどっちが好きかって？俺に聞くかその質問。タケノコに決まってんだろう。もちろんタケノコだけど。まあ答えてやるぜ。杉の子だ。そりゃお前、カリフラワーに決まってるだろ。こんなケーキは嫌だ。3位しょっぱい、2位緑色、1位。重大な犯罪を犯したのに懲役1年5ヶ月という甘すぎるショートケーキ。ショートケーキ？煽り運転かな？抹茶ケーキ様下せぬ。節子それケーキやない、ケーキや。アンパンマンであってはいけないこと。スポンサー変更によりアンパンマンの顔が三日月に変更。アンパンマン新しい顔よ。面白いこれは。クロワッサン星人がアップを始めました。たまにはええやんわら。つぶあん入りクロワッサン。次回予告。前を走ってるもみじマークのプリウスが遅すぎると思ったら急に加速してコンビニに激突。みんな、特攻隊に憧れてたんだね。もう払拭できないよね、プリウスのイメージは。煽られたと勘違いしてパニックったんだな。プリウスミサイル。今日まで解禁の真面目だけが取り柄の田中くんが突然欠席。何があった？明日退職のお父さんが教壇の上に立ってフィーバーし始めたので学校に行くのが恥ずかしくなった。息子が通学してるんなら無敵じゃないやろ。相対ですね。結構年取ってから生まれたんやな、息子。あの人のご子息か気の毒に。三女、泣いて最速おっぱい。次女、宿題が終わらず心配。長女、友達と初詣神社参拝。ママ、三姉妹の健康を心配。パパ、時々止まるぞ心配。刻むぞ波紋のビート。ママ、パパの心配もしてあげて。燃え尽きるほどヒート。お父さんかわいそう。ファミスタは名前が4文字までしか入らないので、クロマティはクロマテ。ピノ、北別府は北へ。お見合い。原辰則は辰則、原真嗣は原。ニート、24歳男性。働いたら負けかなと思ってる。実写版浦安鉄筋家族の完成度がかなり高い。夏休み中の小鉄は無敵やからな。大鉄は働いてるぞ。大鉄がいそうわら。ジンママは配役誰かな。どうも昨日助けていただいた参加スチールールです。助かったんかそれ。何から助けたんだろ。しつけたい。利用価値ありわら。子供が誤飲したら、うつ伏せにして立ち膝に乗せ。これはクリリンの分と声をかけながら背中を叩く。こういうブラックジョーク好き。これはルカワの分ペシ。おはようございます。おはようございます。子供生まれたの？どんな名前？火星って書いてマーキュリーって読む。の美の女神から名前をもらったのよ。バカだなお前はら。マーキュリーは木星だろ。水星のはずだが。木星はジュピターでは。もう、お前らバカだな。金星だぞ。愚か者めが。冥王星だろう。実写版アトムがどこか違う。ガキツカの方正かよ。おっさんじゃねえか。もっと筋肉なかったっけ。全部ちゃうわ。一時的にしか見れない虹を撮影できたが、この後3時が4時にあるという記事に5時がある。見れないが5時か。あとの6時が見つけた7時目である。インフミまくってる。3時が4時にあるってどういう意味。将軍様、こちらより影武者をお選びください。将軍様どれも同じじゃね。では左の可愛い子でよい。影豚。仲間がいっぱい。ハッピーセット。無人島に一つだけ持ってくとしたら？と聞かれたので持っていきたいものを一つにしてる。賢い。頭いい。発想が可愛い。すげえ。お客様こういう店初めて？ストライクゾーン広すぎだろ。どういう店だよ。顔つきが手慣れた女のそれに見える。言葉ににじみ出てるよ。女性専用車両に乗ったけどバレてレッドカード食らったジミー大西。何わろ天然わら。嬉しそうやん。似てる。笑うしかねえ。今年本当に知りたかったこと。3位シェシェシェの意味。2位スタップ細胞の有無。1位楽天カードは8秒に1人加入していたならば、現在国民の何パーセントが所有しているのか。楽天カードマン君のような勘のいいガキは嫌いだよ。全人口を制覇するには30年以上かかるな。シェシェシェのシェ。楽天カードはかなり緩いらしいから同じ人が重複して取ってたりすると思う。年収2000万。ボン。なるわこれ。誰でもこんな顔になるわ。ボンじゃ相手にもされないな。ドル抱いて。あなたになら口説き落とされたい。ロトセブン当たってから、変なポスターが自宅付近に貼り出された。何アピール？新手の逆ナンパ。
殺人出してやら。クドくんだ。ピピピンさん天空の。白ラピピン。ラピピンやす。どうしてこうなった？何の商品なのわら？商品みたい。理系クラス唯一の女子だったのにすごい可愛い子が転校してきた。しかも男子。理系で可愛いは正義。こっち目の座が奪われる。理系の人にしかわからないだろうね。独身男の実態とは？独身の理由ランキング第1位。まだ18歳になってない 43.2%。少子高齢化は気のせいか。対象者絞って。カウントするな。当たり前。それでは聞いてください、歯ぎしり。教授にとってはそれも音楽なのか。寝てる時だけにしてくれ。後日歯ぎしりの方向性の違いで解散。これ好き。わかったんですよ、犯人がね。かわいい。物陰の子猫を探せ。名探偵。これはかわいすぎる名探偵。こいつのようなやつだけだと世界は平和になる。なんてカオスな平和。平和かもしれないけど世の中は回らない。会話が成立しない。ツッコミがいないと笑いのない世界。西暦3020年未来人の目線、1700年頃まで一般的に地球は球体ではなく平らだと思われていた。2020年頃まで。オリンピックは4年に一度開催されるものと思われていた。人類は猿から進化した。時間旅行は不可能。2年に一度じゃろ。習近平のせいです。思われてたっていうか。ことわざを完成させてください。風が吹けば。消火活動が盛り上がる。江戸っ子ですな。あつ森。盛り上がんな。こら。あ、これ起きたらご主人に叱られる夢だ。おねしょ。こんな夢見てるなんて可愛くて怒れない。そうそう笑うすら気づいてくるんだよね。冷たー。やっべ、もう十字か地獄、地獄。悪の十字か。悪の十字か。くさ。天国と地獄を行ったり来たり。バナナの叩き売りの最中に力が入りすぎて屋台を破壊してしまったゴリラの姿を思い出す旅狩りが中断。世界観。意味がわからないのに笑える。確かに笑うわ。発想。ゆるさん公の場でマスクなしとは。お前や。お前もな。いやお前もな。お互い様やん。予習したところばかり出題された嬉しさで感極まり、涙で文字が滲んで問題が解けない。頑張って。山かけてきちゅう。時間なくなるよ。かわいい。オーナーのことならわかるんだ。騙しているからわかるんだ。大手リアルだ。堂々と。やばいメーカーいっぱいありそう。わかるから騙せるんだ。今年の大賞はスティーブンス5丁の海外派生されたくないので左足の小指をタンスの角にぶつけて骨折させたったに決定しました。あれは痛い。働けよ。そういう小細工で回避できるのかって、こんな考えの奴らに国を任せてよいのか。めっちゃ盛り上がってる。お母さんがよく言う三つの絵、行ってらっしゃい、いつ帰ってくるの？今そこの松の木で、さつきとメイが笑ったように見えたの。夏あるあるですな。もう3年も経つのねー。夏の風物詩。お母さんがよく言うって。母さん、明日も天気良いらしいから、無理に今日洗濯しなくてもいいじゃんよ。とにかく洗うよねわら。今来てるんだから取るなよ。変わりがない。最後の1枚。こんな本は嫌だ。広辞苑の4倍の厚さ、タイトルが読むな。他人のアドバイスは聞くなという自己啓発本。どんな内容か逆に気になる。戸惑うわ。己を信じろ的な内容かな。どうしていいかわからんくなるわ。故障少々みたいなこと言ってください。ほしほし。しゃあないな。わかるわわら。だがやらん。ほし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 梅ほしほしほし。かわいそうにあの子たち、まだ自分がこの世のものだと思ってる。そっちかい。斜め上に吹っ飛んでますね。早く成仏してくれ。怖い怖い。違いを求めよ。嫌いもっと嫌い。大好き好き。おいらは右の方が好きだぞ。たまに食べる。めったに食べない。似て非なる。来るのなら前もって連絡してくれたら駅まで迎えに行ったのに。迎えに行ってどうなるというもんでもないだろ。電車で来たん。ドラゴンさん遊びに来るってことはどこぞの洞窟にでも住んでるんか入らんやろ。優しい。鐘が鳴ってるぞ。急げやっべ。諸国、上国。こういうくだらないのしこ。ただのアテレコ。こんなんで笑ってもた。そこは避けて通るべし。た
く、北極点にいるとわかりづらいな今年の恵方。かわいい。かわいい。かわいい。どっち向いても南。息苦しい。簡潔で草。呼吸の音がうるさいので静かにしてください。結構激しい動きするもんな。夏は地獄。ミニーマウスって、こんな感じだったわよね。大体合ってる。服見ろ。違うよ。自分の顔は何？どうして他の全社員の退職を止められなかったんだ。もう二人とも辞めちまえ。そして誰もいなくなった。二人？マジ？やったー。それで自分しか残らないだろ。上司が責任を取るべき。戦国武将、毛利元就は三人の息子を三本の矢に例え、材料の違う矢があと10本ほどあるんじゃと言った。お元気で何より。さすがです。衝撃のカミングアウト。欧米な言い回し。雪だるまの 5% が抱える悩み。オラフとかいう新参者の態度がでかい。しばらくはおとなしくしてるけどな。声変わりするけどね。フランクさが行き過ぎた結果。十分おもろい。お客様にご希望のキャラクターのラテアートは何でも作りますよと言った手前、今さら未完成人を知らないとは言えなくなった。兄貴。夏井な未完成人。未完成人。画像が卑怯。じゃあ、次の穴埋め問題をやってみてください。すごいな。もはや難題わら。天才。人生の穴はもう埋まらない。こうやって交差点で自然に近づけば、取引してるって警察にはバレないんだぜ。潜入捜査かな？警察、それが君らの手口か。警官はシークレットのアルバイト中。警官怒れよ。三重射受けて全滅。どこまでこのワクワクが続くのかわからない。まずはズラを用意するところから始めようか。見た目で落とされてんのわからんのか？羨ましいポジティブさわらわら。将来がヤバすぎてオラワクワクすっぞ。ナスを食べたご褒美。ほっこりした。嫌いなもの克服。ナス食べたら100円ゲットか。美味しいバイトやな。この表情。剣を握らなければお前を守れない。剣を握ったままではお前を抱きしめられない。嫁私のことを思うなら、そろそろペンを握って履歴書を書け。そだねー。グーの根も出ない。ダメ夫。ペンは剣よりも強し。作ろう、新しいこたつ。国にゃんにゃんしとう。じゃあ一票。まだ寒いから。冷暖房完備で。リリシー。ご主人、本当に赤ちゃんに令和って名前つけちゃうんですか？今しかないよね。せめて令和、和だけにしておくんだ。のりかずさん、よしかずさん。意外にいるよね。山田さん頑張って。ATM までもう少しですよ。顔が。連れて行く方も必死。息子がピンチなんだ。親子ですよね。はじめまして、いつも娘がお世話になってます。どうぞ遠慮なさらずに奥まで上がってくださいね。今日は主人もおりますので。もう振りたい。笑ってる、かわいい。世界観が。奥にいるのが旦那さんね。閉店まで30分あるから、なんとか間に合いそうだね。待て待て待て。平原だからって200オーバーは危険だろ。何キロ出すつもり？峠越え。ばあさんが言って3年、熟年同士の出会いを求めてリクルートのホームページを検索中。まだ、ここにない、出会い。リクルート。泣ける。うちにおいで。老眼鏡か。切ない。お客様お客様、店内でのお買い物はご遠慮ください。確かにこれを崩すのはなかなかの勇気がいるな。じゃどうしろと。前出し命のコンビニあるある。それはもう博物館。僕に意地悪しないと誓うことを誓いまちか。誓うことを誓う。誓うことを誓う。あらま可愛いらしい。って言いながら尻尾引っ張るパターン。手を洗おう、消毒しよう、うがいをしよう、マスクをしよう、換気をしよう。だが花粉症だから閉める。こういうのが夫婦喧嘩の元なんだよな。空気清浄機をつけたらいいよ。死活問題。どちらを取るか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。